どうもレポーターの北村です。今回はダメ男の魅力について調査してきました。こちらの動画どうぞ。ダメ男にすげえ引っかかる子いんじゃん。ああ私だなんか惹かれちゃう部分があるんですよ。私は大抵笑顔に落とされるっていうか、あやばい可愛いと思って付き合って大体みんなダメ男です付き合う前は気づかない気づかないあ全然気づかないちょっと経ってから気づくちょこっとだけでも優しいって思ったらなんか嫌なこともなんか忘れちゃうっていうか、なんかまあいいかなみたいな思っちゃいますでもあんま言わないんですよ。ダメなんか嫌だなって思っても言えなくて結局許しちゃうからそういうところがあれなんかなとか思う。やっぱスポーツやってるところがかっこいいとかじゃない。一緒にご飯食べに行ったりしても私が払うとか全然ありました。マジで？はい。そう言ったりしないの？いや言えないです自分は。で友達とかに相談して逆に相手から別れようって言われるまで待つって感じです。いきなり連絡途絶えたりとか音信不通になってそのまま吐くとかダメ男っぽいなっていう節はあった。あんまり自分のことあんまり話さなかったりとか。逆にそれどこが良かった？楽しかったです。でも一緒にいるときは面白かったから 話が上手だった。でもなんかあんまりかっこよくないけどすごいモテてる人とかいるじゃないですか。多分優しいかったり気配りできるからだと思う。一緒にいないとダメみたいな。女の子の方がだんだん依存してきそうじゃない。うん、それで男がそれに甘えるってダメ男を生存する